玄徳様との結婚は政略だけが理由じゃない。私は本当に玄徳様が好きだから。周遊、お願い、このまま帰って。夫婦が裂かれる痛み、あなたなら分かるはず。耳が痛い言葉だが、これも孫悟のため、何としてもお戻りいただく。姫様、心中お察ししますが、孫悟の皆のためどうかお戻りくだされ。嫌よ、私はもう戻らない。この竜玄徳が相手となろう。来てくれたのね、ありがとう。行こう、翔子だ、そなた、私と一緒にいてほしい。翔子殿、素晴らしい働きだ。私もそなたに負けてはおれんな。劉備はいずれ撃たねばならぬ存在。このままでは幸せにはなれませんぞ。証拠を引き分けよ。これ以上皆を困らせるな。勝手なこと言わないで。私の気持ちは政略の道具じゃない。証拠、これほどに劉備を思っているのか。ならばその思い最後まで貫いてみろ。兄様、ありがとう。